下げてみて、うん、上がるんですよ、うん、だからこれが J の中からちょっと、はい、J 上げてみて、ね、体が違和感があるとき、うん、ぎこちないですね、つまり汚れ、気が枯れた状態ね、うん、神は汚れを嫌うっていうんですね、うん、気が枯れてるのはあんま良くないです、うん、でまあこれ余談言おうかなと思って、ね、撮ってるからやめとこうみんなね汚れた人どこどこに行くとか言ったらまた批判があるんで黙っときます、ね、で今ジェーンは実はね気が枯れてる状態に近い状態、ところがこうやってもうあのノイちゃん持っていて絶対力入れないでくださいね、で今は動かない、ね、動かないでしょ、だここでやっぱり一つ入った動くんですよ、でこれは例えばジェンにも入ってるけどノリちゃんもそれに反応してるっていうことで、複数の人がそれを理解するっていうのは事実だ、入ったと思っても現象が起きなかったらそれは自分の感じてるものなんですよ、うん、ただ人には影響を与えていないっていうことなんですね、これこの感覚、うん、遠隔やってる感覚、うん、遠隔にも近いですね、うん、はい、ただそれは届いてるかどうかは違うのね、どうかは分かんないですよ、あとプラシーボっていうので、例えばジェーンが今こっち向いてますからジェーンは入ったと思い込んでるかもしれないです、うん、だから向こう向いてみて、うん、でノリちゃんがジェーンの左手を持ってみて、うん、ああそれどっちでもいいよでこれ何もない状態でちょっと抜いといたの、さっき入ったやつが抜けてますから、うん、もう動かないでしょ、ね、ほんならここでこうやってジェーンに対して、はい、スッと、はい、これで入った、はい、うん、動くでしょ、うん、だからこういう風にしてる間、ね、のりちゃんかって笑顔なんですよ、わ、うん、かるかな、笑顔なんですよ、なぜかって言ったら楽だから笑顔になっちゃうんですよ、うん、だからその一つの基準が、まあ、みんなに伝わってるかどうかですね、少なくてもここでワークしてる人に伝わるかどうか、うんうん、でその一つの基準に伝わるかっていうことと、あと自分自身が楽かどうか、うん、とらわれがないかどうかですね、うん、自分があこう痛いここが痛い、あしんどいっていう状態でもしやってるとしたらとらわれてるよね、だからもしかしたらとらわれた人を送ってるかもしれない、うん、ほんなら余計に苦しくなります、うん、ちょっとやってみますか、